こんにちは、ココです。今回は絶対に食らいたくない忍術ランキングを紹介していきたいと思います。忍術には属性だけではなく血系限界のようにオリジナルの特徴もあるので効果は様々。中には肉体だけではなく精神を壊してしまうようなものもあるのです。そんな中でどの忍術が1位になっているのか、早速ランキング形式で見ていきたいと思います。第13位、千年殺し。明石がナルトに向かって使用した術で、言うならただの艦長です。しかしその威力は凄まじく、ナルトが数メートルも飛び上がってしまいました。そんな威力のある艦長を食らってしまったらひとたまりもありません。術と呼んでいいのか分かりませんが、食らったことを想像しただけでも痛そうです。第12位、ドトン黄泉沼。ドトン黄泉沼はドトンの中でも割とポピュラーな術ですが、食らいたくない術でもあります。その理由は地面が一瞬で底なしの間のように変化するため、もがけばもがくほどに落ちていくという恐怖の術です。術の性質として術者のチャクラに反応して、強ければ強いほど沼の深さや広さが増していくため、大人数を一気に絡め取ることも可能となっています。他の忍びたちの規格外な術に比べればそれほど恐怖ではないのではと思うかもしれませんが、徐々に引きずり込まれて最後には窒息し、地味に見える術かもしれませんが、食らいたくない術の一つに違いありません。第11位、水牢の術。これはそれほど怖い術ではないのではと思ってしまうかもしれません。しかし水牢の術は相手を水の玉の中に閉じ込めるという術なので、呼吸が不可能となり脱出が困難な術でもありません。基本的に窒息系の忍術はここは食らいたくないです。これを食らったカカシやガイたちも破るのに苦戦しており、特にカカシはナルトとサスケの手助けがなければ抜けられなかったかも。もし初見で対抗する術を持っていない人間がこの術を食らってしまったとしたら、ただ溺死するだけだと思います。そう考えると食らいたくない術になってしまいますね。第10位、砂漠曹操。砂漠曹操はガーラの使用する術の一つで、得意技なのか作中でもたびたび出てきた術ですね。砂を自在に操り、それを相手にまとわせて瞬間的に固めることで相手を圧殺するとしても、その規模は相手を包み込むこともできれば相手の手足のみを覆って血を奪うことも可能となっていません。相手からすると襲いかかる砂から逃れなければ死ぬという恐怖、捕まったら最後、抵抗する間もなく潰されてしまうという結果となってしまいます。恐ろしや。第9位、アマテラス。アマテラスはイタチが使用した術で、死にした場所に消すことができない黒煙を発生させるというものです。水をかけようが何をしようが消すことができないので、封印術や空間ごと削るぐらいしか対抗策がありません。そんな消えない炎を食らってしまったら、徐々に焼かれる体を見ることしかできず、現実で考えたらホラーですね。考えただけでもゾッとしてしまいます。第8位、フットン。コウムの術。フットン、コウムの術はセルミメイが使用する血形限界の術の一つで、氷酸性の霧を吐き出すというものです。触れたその瞬間に溶けてしまうのが特徴的で、サスケのスタノーによる防御壁も簡単に溶かしてしまいました。チャクラを溶かすことからただの酸ではないのかもしれないですね。もしも生身の場合なら一瞬で溶かされてしまうかもしれません。霧状になっているのも厄介で、気づかずに食らってしまう可能性もあります。防御ができない時点でかなり厄介ですし、体が溶けるのも嫌ですね。第7位、妖刀。妖怪の術。妖刀、妖怪の術も6位に続きテルミメイが使用する術です。テルミメイは恐ろしい術を多く持っていますね。美人でキャリアウーマン、優しいという魅力満点のテルミメイが結婚できないのって、もしかしてこの恐ろしい忍術レパートリーのせいなんじゃ。この忍術は強酸性の液体を吐き出して相手を溶かすことができます。これは体内のチャクラを強酸性の液体に変換するというもので、メイの血系限界がなせる術とも言えるのです。粘着性のある液体なので、一度かけられたら最後、そこからじわじわと溶解していくことになります。浴びた部分から範囲が広がるわけではないので、全身に浴びなかった場合は触れた部分だけが溶かされるので死ぬことはありません。それでも溶かされると知っていたら食らいたくはありませんね。第6位、口寄せ。ガマ口縛り。口寄せ、ガマ口縛りはジライアが使用する術で、巨大なガマの胃袋を口寄せしてその中に標的を閉じ込めるというものです。閉じ込められた人間はそこからの脱出はほぼ不可能とされ、何もできないとそのまま少しずつ消化されることになります。イタチとキサメを閉じ込めたことがありますが、その時はイタチのアマテラスによって脱出していました。
しかしイタチのアマテラスクラスの忍術などそう簡単に使用できません。何もできないと時間をかけてゆっくりと溶かされてしまうので、キワジワ系は恐怖しかないですね。第5位、シャクトン、過剰殺。砂隠れの忍びである、パクラの使用する忍術です。パクラについてよくわからないという人が多いと思います。それもそのはずで、作中では初登場時には死んでいて、江戸転生によって蘇った場面しかありません。しかし、この使用している忍術の効果は凄まじく、火の玉みたいなものを操作し、体に当たった瞬間、体内の水分を蒸発させて、ミイラ化させるというもの。戦場でも多くの人間がこの術によって、次々とミイラ化していましたね。当たったら終わりのドッジボールみたいなものですね。第4位、木遁、刺し木の術。木遁、刺し木の術は、木遁の中でもかなり残酷な術と言えるものです。これは、柱間や柱間細胞を持った人間なら使うことができるようで、飛ばした刺し木を食らうと、そこから木が急成長をして内部から破壊するという術になっています。オビトがその術を得意としていて、多くの忍びに囲まれた時や10秒操っていた時にも使用して大量虐殺をしていました。この術の怖いところは、何発も出せるところや被弾すると対処ができないところにあります。あのネジで使用することもできずに死んでしまいましたからね。わずかに食らっても終わりという絶望的な術です。第3位、風遁螺旋手裏剣。ナルトの必殺技である風遁螺旋手裏剣はかなり危険な術と言われています。その理由は、細胞レベルでの破壊が可能なところです。食らってしまうと細胞が破壊されてしまうため、直撃すると塵一つ残らない恐ろしい術です。ナルトがカクズとの戦いで使用したところ、カクズは心臓を2つ潰されてしまい、叫び声を上げて倒れてしまいました。体が溶けたりすることはありませんが、食らった部位は何も残らないので、もし全身に食らったらお墓を作ることすらできない恐ろしい術です。第2位、肥大虫、虫食い。肥大虫、虫食いは油むきに伝わる秘伝の一つで、相手に寄生させた虫によって内部から食い尽くされるという術です。虫は相手のチャクラを食って活性化するので、一度体内に潜り込まれれば止める術はありません。この術をシノは第4次忍界大戦で10尾に対して使用していました。巨大な分身体が一瞬で内部から食い尽くされてしまい、味方ながら恐ろしいと思ってしまうほど、この虫はかなりの大きさなので、人間なら1匹でもいればものの数秒で食い尽くされてしまうかもしれませんね。虫に食われるというだけでも恐怖なので、もしこの術で脅されたら、ここはすぐに降参する予定です。第1位、つくよみ。食らいたくない忍術ランキングの1位に選ばれたのはつくよみです。この術の嫌なところは、相手にトラウマになるような精神的苦痛を自在に与えられることです。カカシガイたちによってこの術をかけられた時には、72時間もの間刀で刺され続けるという現実をかけられました。刺される感覚まで現実と同じなので、これに耐えられる人間はいないでしょう。あのカカシですら、この術を食らった後は立ち上がることもできず、復帰するまでに時間がかかりました。一瞬で殺されるよりも苦痛だけをずっと与え続けられるのは地獄と言えますね。まとめ、絶対に食らいたくない忍術ランキングはいかがだったでしょうか。聞いたことのある術もあれば、全く知らないような術もあったかもしれませんね。食らいたくない術の特徴として、じわじわと殺されるようなものが多かったです。一瞬で殺されるよりも、目に見えて少しずつ死んでしまうことが分かる方が恐怖が倍増しますよね。ここがもしこのランキングにある忍術を少しでも向けられたら、即降伏します。他にもこんな術がランキングに入るという方がいましたら、ぜひコメントをお願いします。